小蓮華さんより望む白馬岳2012年の白馬岳大量遭難事故とは2012年5月4日に飛騨山脈役白馬岳を登山中の医師6人が低体温症で死亡した山岳遭難事故である。雪で覆われた白馬岳北九州市の63歳から78歳の男性医師6人が菅池高原スキー場からゴンドラリフトを利用して入山。 津貝池ヒュッテに一泊した。午前5時頃、6人は津貝池ヒュッテを出発。この時点の天候は晴天で無風だった。しかし、午後になって天候が急変し、みぞれまじりの強風が吹き始めた。午後1時頃、6人は少連火山付近で単独行の登山客に、 午後1時半頃には、少年火山から白馬大池方面に10分ほど下った地点で住人パーティーの登山客にそれぞれ目撃されている。白馬岳山頂にある白馬山荘によれば、この頃の尾根の気温は氷点下2度以下にまで冷え、風速20メートル以上の強風が吹き続けていたという。午後5時40分頃、北アルプス。 白馬だけを登山中の6人パーティーと連絡がつかないという届け出が6人の家族から大町警察署に対してなされた。届け出を受けた大町警察署の署員は6人の携帯電話に電話をかけてみたが、6人中5人にはつながらず、1人は呼び出し音とはするものの応答がなかったという。午前5時40分、長野県警の捜索ヘリが松本空港を出発。しかし、 現場付近には雲が垂れ込めて風も強かったため接近することができないまま帰還した。午前8時頃になって三国境付近を通りかかった登山者が両線で倒れている6人の登山者を発見、白馬山荘を通じて警察に通報した。午前8時20分頃、天候が少し回復したため長野県警の捜索ヘリが再度現場へ向かったところ、 小年下山で滑落した別の登山者を発見。そのため、この遭難者を救助した後、再び現場へ引き返した。午前9時41分、長野県警の捜索ヘリが通報のあった場所で6人が倒れているのを発見。6人中5人は1箇所に集まっており、うち2人は手袋をしておらず、近くに手袋が落ちていた。もう1人はその場から滑落したらしく。 100メートルほど下で倒れていた。遭難者の体の一部は厚さ10センチメートルほどの氷に覆われており、地面に張り付いていた。そのため、救助隊員は遺体を傷つけないようにピッケルで氷を割ってヘリコプターに収容した。遺体は2人ずつ3回に分けて搬送された。遭難者の荷物も回収する予定であったが、再度ガスが立ち込めてきたため、 近くにあった二つのザックを回収するのがやっとであった。六人の死因はいずれも低体温症であった。この遭難事故は気象遭難に分類されるものであり、厳しい気象条件下にさらされる状態に陥り、低体温症を引き起こしたことが主な要因である。ありがとうございます。